お花紙で真っ黒クロスケを作りましょう。セットの中から黒いお花紙を出します。2枚重ねになっているので横長に広げて蛇腹折りにしましょう。真ん中で2つに切ります。2つに折ったら輪になっていない方から切り込みを入れます。広げてから真ん中をホッチキスで留めます。4つできたらお花紙を開いていきます。最後は平べったくなるよう形を整えておきましょう。4つとも同じように作ります。4つを液体のりで組み合わせます。真ん中にのりをつけて重ねたら指で強く押さえてしっかり貼りましょう。最後は指で押さえたまま周りからつまむようにしてくしゃくしゃにします。だいたいくしゃくしゃになったら手の中で揉むようにしてから丸い形に整えます。白い丸シールに目玉を描いて貼り付ければ出来上がりです。目玉の描き方を工夫して自分だけの真っ黒クロスケを作りましょう。